ゴムのリサイタル。今日は松原みどりさんのピアノ独奏でショパンの作品から幻想ポロネーズ変異調調作品61、バラード第4番ヘタンチョ作品52、それにマズルカ・ヘタンチョ作品63第2とエーハタンチョ作品63第3以上を聴いていただきましょう。松原みどりさんは東京芸術大学、ウィーン国立音楽院を卒業後、さらにベルリン国立音楽大学で研鑽を積まれ、またポーランドにも留学されました。その後帰国してからは演奏会に録音にと幅広く活躍され、1976年には第3回日本ショパン協会賞を受けておられます。また現在は国立音楽大学講師として後進の指導にも当たっておられます。それでは松原みどりさんのピアノ独奏で、まずショパン作曲幻想ポロネーズ変異調調作品61を聴いていただきましょう。
ショパン作曲幻想ポロネーズ変異調調作品61でした。松原みどりさんのピアノ独奏によるショパンの作品、今度はバラード第4番平坦調作品52を聴いていただきましょう。
Thank you.
松原みどりさんのピアノ独奏でショパン作曲バラード第4番ヘタン調作品52でした。ではおしまいにショパンのマズルカでヘタン調作品63第2とエーハタン調作品63第3を2曲続けて聴いていただきましょう。松原みどりさんのピアノ独奏でショパン作曲マズルカヘタン調作品63第2とエーハタン調作品63第3でした。午後のリサイタル、今日は松原みどりさんのピアノ独奏によるショパンの作品を4曲。幻想ポロネーズ変異調調作品61、バラード第4番ヘタン調作品52、それにマズルカヘタン調作品63第2とエーハタン調作品63第3、以上を聞いていただきました。
今後のリス